まるごと必勝チャンネル司会の小泉由美です。今週もよろしくお願いいたします。さあ今週はですね、久保木さんと中西さんと3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。初ですよね、このメンバーでやるの。はい、柏木さんと谷さんがいないっていうのはそうなんですよ。ちょっとダメなんじゃないですかね。お二人は同じ会社ということで、はい、一緒に仕事することあるんですか、普段。いや、久保木さんは美法でやって仕事されていて、はい、僕は東京の本社の編集部なんですけど、全くないですね、接点というか絡みが。そうですね。じゃあもう本当にここが初のスリーショット、はい、今日はうまく絡むかどうか、よろしくお願いいたします。お手柔らかに。こちらもよろしくお願いします。小泉さん次第。怖い怖い。頑張る。先週はですね、ローズステークスも終了して G1 の秋華賞に向けて出走メンバーほぼ決まってきたかなと思うんですけれども、お二人は3歳のこの牝馬の勢力図ってどのように考えていらっしゃいますかね。結局あまり変わってこなかったのかなっていうのは、春の時点ではアーモンドアイがやっぱり1個抜けた存在で、はい、まあ、1個2個でそこに、ね、対抗できる馬が出てくるのかっていうところだったんですけど、そこまでの馬いないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、舞台が京都の内前の 2000m で、はい、なかなか難しいところなんで、まあ、競馬なので、ね、そこでアーモンドアイが力を出せない場合もあるでしょうか、うん、そういう時は分かんないですけどね、まあ、力通りだったらやっぱりちょっとこの世代の牝馬だったらやっぱり抜けてるんじゃないかと思いますけど、圧倒的アーモンドアイは強いっていうところですね。でも結局その、その下のラッキーライラック、リリーノーブルっていうのが、はい、まあ、2番目グループだと思うんですよね、うん、で結局リリーノーブルは、まあ、結局使えないっていう話 でラッキーライラックも直行なんですかね、うん、その後その3番手グループの中の結局マウレア、これが2冠で一応着掲示板に乗った、それとその前に勝ったのがノームコアですか、このままもフラワーカップ、それからフローラステークスで2着だったんですけど、まずその辺の力関係もあまり変わっていないのかなと。まあちょっとノームコアの勝ちっぷりはすごく良かったんで、まあ前でできる競馬の強みもありますから、もしかしたら逆転できるかなっていうところもありますけど、ルメール騎士がそノームコアにも乗って勝っちゃいました。で、カンタービレもルメール騎士が、ね、勝ったっていうのは、ね、中西さんとも話してましたけど、ちょっとずるいよねって。もう手の内が、ライバルの手の内が、ね、一番強い馬のジョッキーがその相手になるような馬の手の内を知っちゃってるっていうのは。中西さん、ノームコアどのように評価なさいますか。抜け出す足なんかすごく速かったですね。本当にいい内容で勝ち上がってきたなと、アーモンドアイに戦いを挑むんであれば、やっぱりああいう競馬ができる馬の方がやっぱチャンスは大きいんじゃないかなと。やっぱり先に抜け出してどこまでこう差を詰められずに頑張れるかっていう、そういうやっぱり馬の方がチャンスあるんじゃないかなと思いますから、そういう意味でもすごくいい内容だったと思います。やっぱりまあ福島の 1800m でいい時計で新馬勝ったんですけど、そのコーナー4つの馬場を一周するコースはありますよね、はい、中山の2000もそうですし、今回ね秋華賞もそういうコースになるので、でまして平坦なんでね、直線もだから、逆転があるとすればノームコアかなという感じはします。はい、皆さんもぜひ馬券の参考にしてください。3歳牝馬3冠の最終戦秋華賞は10月14日京都の芝 2000m で争われます。そして今週の番組は中山で行われる芝の 2200m G2 オールカマーを中心にお届けしていきたいと思います。番組後半でお二人のオールカマー出走前馬の評価をお伺いしていきますので、お見逃しなく。オールカマーをポイントで解説、重賞のツボです。お二人にオールカマーを予想する上でのポイントを伺っていきたいと思います。まずは久保木さんからポイントをお願いいたします。はい、まあ、やはり秋初戦という馬も多いですしね、はい、ちょっと調子を崩したという馬、まあ、実力はあるけど調子が今一つという臨戦の馬もいますので、まあ、そのあたり今回は状態面の把握はまず第一かなと思います。はい、状態面の把握、はい、なるほど。続いて中西さんは。はい、僕はコース適正ですね、中山適正
ていうのがまず大事で、あと 2200m っていうところも一つのポイントになると思うんですよね。やっぱり長めの馬、距離が合う馬にはちょっと短く、ねえ、2000以下でいい馬にはちょっと長いですから、まあ、そこら辺ピタッとはまる馬が構想してるっていうのがこうあるなと思うんですよね、過去見てても。やっぱり まず中山に合うかどうかっていうところなんですけど、まあ、そこをちょっと重視したいなと思います。オールカマーの出走前場をお二人に金銀銅の札で評価していただきたいと思います。昨年の皐月賞ダービー馬が揃って出走します。勝ち馬には秋の天皇賞の優先出走権が与えられます。それでは行きましょう。アルアイン、ここは何でしょう。中西さんがまず金が上がっています。久保さんはどうですか。オモババ以外だとこの馬レーン外したのダービーの5着と大阪杯3着だけなんですけど、まあ、それも0秒3差と0秒2差で、まあ、どちらもね、あの瞬発力の差で負けたかなという負け方をしていると思うんですけども、展開とか、舞台で、負けてしまうことはあるんですけども、かなりその高いレベルでキープしていると思うんですよね、この馬は。で中山だと、この馬に関しては非常にこう自分の力が出せる、レースになるんじゃないかな。特に今回はあんまりこう切れるタイプっていうよりも切れない馬、前々で戦ってっていう馬が多いと思うんで、案外ねこう瞬発力勝負には僕はならないんじゃないかなと思って、でその中で、まあ、この馬瞬発力がないっていうわけでもないんですけど、まあ、あのこの馬の実力だったら、まあ後位追走から抜け出すことは可能なんじゃないかなと、まあ、負けることはあってもレーンは外さないんじゃないかなという期待で金です。実力は本当はもっと上の印をつけたいんですけれども、ただその香港遠征した時にちょっと調教の難しい面を見せて、で、まあ、今回それを踏まえてこれまでは週末ハンドルを生きて、で週の半ばはウッドコースというのがこのままパターンだったんですけれども、まあ、ハンドとプールが主になってるんですよね。まあ、その調教でちょっと太い可能性もあるかなと思うんですよ。そこだけですね。レイデオロには2回勝ってる馬なんで、まあ、あの実力的には遜色もないと思いますし、コースもとても実績あるんで、本当はもう銀とかそのぐらいつけたいんですけど、ちょっとそこだけが気になるんで、はい。プールを使うっていうのはプールはね、気象のやっぱ難しい馬を使うっていうのは最近は多いんですよね。あとゲートが悪い馬を使ってっていうのはありますよね。なるほど、はい、ゲートが悪い馬もプールで使うと意外といいらしいんですよね。ダンビライト、はい、三冠レース3着6着5着、はい、高いレベルでは、検討してて、高塚記念もね、4コーナーで包まれてしまって、やっぱこのままね切れないタイプだと思うんですよね。だから早め早めで抜け出すっていうのが、勝ちパターンとすればやっぱり非常に痛手だったと思うんですよね、あの4コーナーは。前走やっぱりね、勝ち切るっていうとなかなかこのままって難しいタイプなのかなと思うんですよね。とはいえその今回はある程度流れる、でもしかしたら縦長になるかもしれない、そういう意味ではこの馬にとっては期待の銀、まあ、本当に崩れませんしね。宝塚記念も本当にちょっともったいない競馬だったんで、これは十分に巻き返しは可能かなと思ってます。はい、頑固、頑固は一生これですね、と、はい、天皇賞は14着と負けましたけど、はい、この時はこの馬も本当にもう年明けてから結構使ってたんで、追い上げる足というか4コーナー先頭という競馬を見せたんで、やっぱり自力はあると思うんですよね。今回感覚休ませて、はい、まあ、いい状態に天皇賞の頃よりは明らかにあると思いますので、まあ、中山も日経賞勝ってるコースですし、一応見直してみたい一頭ではあります。はい、瞬発力勝負になると分が悪くて、今回それがなるかならないか、僕は2200自体はそういう競馬になれば、上がりがかかる競馬になれば大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、まだ実力的にもちょっとまだこのまま半信半疑なとこがあって、まあ、今回はちょっと下げました。マイネルミラノ、ちょっとこれで、おー、貴さんはここで金に、変
態ぶりを見せようかなと思って。これは面白いですよ、はい、いや変態ですね、生まれ前回もそういう、こういい逃げを打てたんで、やっぱ気持ちは多分戻ってきてると思うんですよね。なん で中山の2200、今年 AJ 支配、まあ、人気予選3着と1回頑張りましたし、AJ 支配とオールカマーっていうのはやっぱ同じコースなんで、はい、あの結果リンクすることも多いと思いますので、今回まあ確かに同型っていうか後ろからつついてきそうな馬がいるのは気にはなるんですけど、もう一回この中山だからもう一回買ってみたいなという狙いです、はい。まあ、3着に残ってくれるかなっていう、まあ、馬券的にはそういう狙いにしようかなと思ってるんですよね、はい。函館記念11着、札幌記念13着から俺からも4着っていう風に、実はちょっと中山でガラッとちょっと変わる、うん、粘りが変わるタイプではあるなと思ってるんですよ。まあ、僕は8歳馬でちょっと、だんだんねやっぱ年齢重ねると一変ってしにくくなるって僕は思ってるんで、金でいいんですか金でこう面白い、はい、ブライトバローズ、これはちょっとクラス上がってからの内容があまりにも、特に札幌2戦は相手関係もねかなりレベルは低かったと思うんで、そこでも何もなく終わってますから、そこから相手が強くなってどこまで変わってっていうのはちょっときついかなと思いますね、まあ、コースもね、はい、あのまあ、条件好転って言える感じでもないんですよね、うん、湘南バッハ、はい、ここで爆弾が中西さんからです。はい、レースへの、ね、適正時代は僕はあると思うんですよね、うん、でまあ、新潟記念3着からで、刺す競馬をするものが非常に少ないですから、前が、やり合ってというかね、早め早めの競馬で、まあ、ズブズブになって突っ込んでくる穴馬としたらこの馬じゃないかなと。ズブズブになっての展開になれば面白いというところですか、はいはい、レイデオロ、はい、小木さんが銀で中西さんが銅です。ダービー馬ですしね、はい、まあ、火の打ちどころがないという馬ではあるんですけど、まあ、前回のドバイシーマクラシックとんでもないスローペースだったんで、さすがにちょっと引っかかったりペース向かなかったりというところで、まあ、範囲もしっかりしてますし、ジャパンカップもシュバルグラにかなりうまく乗られたというところがありましたけど、負けて強しの競馬でしたし、コースが変わるのはプラスにはならないとは思うんですけど、ただ一応自力に敬意を表して銀メダルということにしたいですね、はい。能力はね間違いなくトップクラスの馬なので、うん、ただまああの、まあ、同世代のライバルの R アインとかダンビュライトは僕は、本番よりも狙うんだったら今回のオールカマーだろうと思ってるんですけど、この馬に関してはやっぱ東京の G1 を狙ってる馬だと思うんですよね、うん、ですから、まあ、あの今回買いたいっていうんであればこの馬ではない。ゴールドアクター、一応まあ、有馬記念勝っていて、はい、このレースも一昨年勝っていて、で日経賞も勝っていてっていう風に、最初に言ったコース適正で言ったこの馬文句なしであって、あとはもう状態がどうかだけで、春の時点ではかなりちょっとね、馬体も前走で大きく減らしていたし、非常に悪い状態だったのがどこまで戻ってるかってい もうところだけなのかなと思うんですけど、大阪杯とか AJC の時よりはまあ明らかに良くはなってるかなと思うんですけど、ただ一番いい頃と比べるとまだなんかこれ本当ゴールドアクターなのかなって感じは見てて思います、うん、未来への翼、お二人とも上がりそう、マイナス材料は1年6ヶ月の休養ということだと思うんですけど、はい、ただもう6月の頭ぐらいからですかね、ハンドでじっくり時計出し始めて、量に関してはしっかり乗ってきてます、うん、なんであとこの馬はパドック結構入れ込むタイプなんですけど、そういう気象なんで休み明けのそのレース感みたいなものは多分克服すると思うんですよ。あとは息さえ持てば僕はこれいきなり走っても不思議ないタイプだなと思ってる、そういう気象の馬なんで、休み明けということで人気がもしガクッとないんならこれはちょっと手出してみたい一頭なんですよね、はい。とにかく中山、まあ、この馬は、まあ、強くてというか、まあ、2200m 以上になると3110っていう、まあ、ほぼ完璧な競馬で、うん、やっぱりねその1年半ぶりだけだと僕は思うんですよね。ちょっと不安、やっぱり不安がね結構あるのでここを下げましたけど、ブラックバゴどうでしょう。
です、ね、久保木さんがどう、中西さんはあげますか。前回は、半年ぶりで、まあ、牧場でも乗ってきたと思うんですけど、厩舎の方でもちょっと太いかもしれないとずっと言ってたんです。ただ今回は美穂でしっかり調整されて、9月6日にウッドコースの自己ベストと遜色ないタイム出してますので、今回は負荷がかかって体もさらに絞れてくると思いますし、コースは中山実際走る馬ですし、ちょっと変わり目あってもいいかなと思います、はい、中西さんは。そうですね、僕も上げとこうかな。あれあれ歓迎さん方式もしかしたら、ね、小牧さんの話聞いたら一変してるかもしれないというちょっとパドックをしっかり見たいところですね。どう変わって体は体重は減ってた方がいいと思います。なるほど、はい、エアアンセム。ただちょっと前回とかそこまでにピークを持ってきちゃったかなという気がするんですよね。なのでちょっともうお釣りが現状ない可能性もありますので、まあ、相手もちょっと強くなりますし、うん、ここはまあ泣く泣く無印ということで、はい、マイネルフロスト。なかなか年齢的にもここでもう一アクセントというかね、なんかないとちょっとここで上位に来るのは難しいかなと思うんですよね。このまま休み明け使って使ってよくなるんで、うん、まあそろそろ代わりにありそうですけど、やっぱり7歳それ以上、今まで以上というのはちょっと厳しいかなと思いますよね、はい、さあ皆さんの金銀銅はこちらです。続いては馬券の買い方なんですけれども、私はマイネルミラノの軸一等の3連複でいく、はい、なるほど、分かりました。中西さんは。僕はマーレンか三連複かの軸ですね、うん、はい、はい、ということです。ありがとうございます。さあ続いては小弓の気になる参ります。非根幹距離が好きなんです。これなんかちょっと偏屈な人偏屈な馬好きみたいで、まあ、中山校舎で2100前々で走れる馬っていうところで、黒三角にダンビライト、あとはまあやっぱり1年半の休み明けでどうなのかしらと思いつつも、未来の翼は面白いかなと思うんですが、結構つきそうですもんね、ここ。うん、特に、ね、未来の翼は人気はないと思いますね、うん、はい、ちょっと非根幹距離狙ってみたいなと思います。このコーナーでは前週に行われたレース出来事などお二人が気になったことを自由に語っていただいています。久保木さん、中西さん、印象に残った馬そしてレースなどありましたらお願いします。まずは久保木さんから、はい、そうですね、先週ここへ来てダート の2歳戦というのはクラム増えてきてるんで、はい、強い馬が出てきましたね先週。まず、月曜の1レースですか、はい、中山で勝った大新インディですね、ゴールドアリュール3区、タイムが1分53秒8で、これコバの500万の時計なんでそうですよね、今、まあ、大楽勝でしたけど、これ今ダートも整備されてきて、ましてやこのケンタッキーダービーへという、ね、道もラニーが作ってくれましたんで、それに乗ってほしいなと思いますよね。それと阪神ではやはり1008年のダートを買ったクリソベリルですね、はい、これはダイオライト記念とかジャパンダルダービー買ったクリソライトの弟ですけど、ペースが遅かったんでタイムそんなにこう目立つものじゃなかったですけど、こっちも大楽勝でしたから、いずれねこの2頭はどこかでまた CU を決する時が来ると思いますので、はい、楽しみにしたいと思います。なるほど、はい、今後の2歳戦のダート戦線を占う2頭になるかもしれないというところですね、はい、中西さんはいかがですか。はい、僕もそのクリソベリルは注目してたんですけれども、はい、血統がねやっぱりいい馬ですから、あんまりこう2歳の時にガンガン強いと後々心配になるんですけど、血統的にもいいんで、まあ、この先々も期待しちゃいたいなと思ってます。さて日曜日、阪神では菊花賞トライアルの神戸新聞杯が行われます。こちらは今年のダービー馬のワグネリアン、そして皐月賞馬のエポカドーロが揃って出走するということで、これ私すごい楽しみなんですけれども、はい、楽しみですね、ねえ、はい、どうなんでしょう。